ヨハンバプティスト・アイヒエルスデルファーヨハンバプティスト・アイヒエルスデルファーはドイツの軍人。フルラフ派に設置されていたダッハウ強制収容所の外部収容所であるカウフェリング第四収容所の最後の所長を務めた。最終階級は陸軍隊員。アイヒエルデルファーは結婚して3人の子供がおり、陸軍入隊までは工場で働いていた。 1> 第1次世界大戦中は、バイエルン陸軍の第5不評連隊に所属して軍曹まで昇進。戦後もバイマル共和国軍に残留し、1924年には、少尉の階級で除隊する。第二次世界大戦勃発後の1940年11月、ドイツ国防軍から改めて招集を受け、バンベルクの輸送訓練隊に少尉として配属された。以後、フランス、ポーランド、 ソ連戦線に従軍するが、1943年8月には、リウマチにより入院を余儀なくされた。オラニエンブルクにしばらく止まった後、おそらくは強制収容所総監部の命令を受け、1944年7月15日から、ダッハウ収容所勤務となり、アウクスブルクプファー税に送られて、保留収容所監視としての訓練を受けた。1944年8月末、 アイヒエルスデルファーはカウフェリング収容所に移り、同年10月には第8収容所の所長となり、後には第7収容所でも勤務した。1945年1月12日、アイヒエルスデルファーは第4収容所の指揮を引き継ぐ。当時、第4収容所は病人収容所に指定されていた。その実態は収容所の生活や、 強制労働のもとで衰弱したり病気に罹患した収容者を移送するための中継収容所であり、何らかの適切な治療は一切行われなかった。医師も常駐していたが、彼らの任務は収容者らを利用して医学上の関心に基づく人体実験を行うことであった。アメリカ軍の集計によれば、この収容所でおよそ4000人が殺害されたという。 1945年4月29日、ダッハウ収容所は、アメリカ軍によって解放される。これに先立つ4月27日には、カウフェリング第4収容所に、米第12機構師団が到達。4月28日には、米第101空挺師団の一部が増援として、派遣されている。米軍の軍医として、第4収容所の解放に合わせた、チャールズ・ピーラーソン博士は、 病死者に加え、射殺されていたり、あるいは宿舎ごと焼かれて殺された者も含め、数百人が収容所内で死亡していたと報告している。下社にも収容者らの死体が積まれており、米軍によって救出された生存者はわずか十二人のみであった。第十二機構士団から派遣された、軍政責任者のエドワードカイ・セーラー大佐は、周辺の集落の公務員などおよそ250人に、 銃を突きつけ、彼らの手で収容者を埋葬させようと命じた。アイヒエルスデルファーも埋葬への参加を強要され、この際には、見せしめの意味も込めて、写真撮影が行われた。後に、ピュリッツァー賞を受賞する、AP 通信の海外特派員ルイスピー・ロフホナーは、収容所内の様子を知るためにアイヒエルスデルファーへの、取材を申し込んだ。この時、アイヒエルスデルファーは、 収容者間で発信地フスが流行していたこと、また1日あたり数十人ほどの死者が出ていたが、特に気にかけなかったことなどを語った。1945年11月15日、ダッハウ裁判の一環として設置された、ダッハウ主要裁判において、アイヒエルスデルファーは、その他の39人の元収容所職員と共に起訴を受けた。多くの被疑者らはそうした犯罪の場に、 居合わせなかったとして、無実を主張した。アイヒエルスデルファーの弁護人となったダルウィン・ナイルズ隊員は、アイヒエルスデルファーが新衛隊の隊員ではなく、健康上の理由で収容所勤務に回された陸軍将校だという点を強調し、彼が収容所で影響力を持つはずがないと主張した。また、当時のアイヒエルスデルファーは、病気持ちの上に、すでに高齢であった点を指摘し、彼が、 収容所の運営に携わることなどできなかったとも述べた。しかし、ある生存者は、アイヒエルスデルファーも虐待に参加し、時には意識を失うまで収容者を殴ることもあったという証言を行った。1945年12月13日、アイヒエルスデルファーの有罪が確定する。 1946年5月29日14時14分、ランツベルク戦犯収容所にて、公主刑に処された。死刑執行は、ジョン・シー・ウッズ軍曹が担当した。ありがとうございます。